どうもハイネです。さあ、ということでルミネ全仕事10周年おめでとうございます。いや、10周年ですよ。いや、ついに10周年ですか。めでたいでございます。まあね、僕らが、芸歴7年目になりますから、はいはいはい、僕らの入る前からも、はい、ルミネ全仕事というのあって、ありました。で、僕らがちょうど初舞台が2年目ですか、はい、そうですね。緊張した、当時ね、勝ち抜き戦で5回勝ち抜かないとレギュラーになれないっていうので、はい、下のね、会議室、エコノミー、ビジネス、ファーストゴングからがルミネで、はい、そんで初ルミネ、2年ね、2年目の時にめちゃくちゃ緊張したよね。緊張しましたね、うん、でも意外と僕はそんな気にしなかったんですけど、うん、僕はもう、緊張すぎて、本番前トイレ行って朝食のバナナ吐きましたからね。それ聞いてびっくりしちゃってね。めちゃくちゃ緊張してそんな緊張するんだ。いや、そうですよ。ただね、その時にね、見事合格させていただいて、ね、今ルミネ座吉本のレギュラーをやらせてもらっておりますけども、はい、レギュラーってあんま言わないけど、まあ、今最近レギュラーこっちからさせてもらって、あのね、でもルミネ座吉本で10年間でシステムが変わりすぎなんですよそうですね、もうそろそろ固定してもいただいて。そうなんですよ、5時、6時とか7時、9時とか1回目、2回目とかもうややこしいんですから、はい、そうですよ、だからね、もう本当このルミネ座吉本さんにはお世話になってますんで、はい、で、月1でね、僕らもニハンのイブラというライブを、そうですね、告知とか行っちゃって、はい、新ネタライブとかもね、やらせてもらってますし、はい、今度ね、あの全国ツアーもやらせていただいて、はい、すげえ告知すぎだ、お前最後ね、あのルミネ座吉本の方でやりますんで、はい、ぜひそちらの方も、そうですよ、9月ぐらいにやります。そうですね、はい、ということで詳しくこの辺にあの、はい、僕のツイッターとかアカウントとか出ないです多分出ないですね、はい、ということで、はい、ルミネ座吉本10周年、はい、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。以上、ハンニャでした。